都道府県立自然公園千葉県立インバ手賀自然公園千葉県立インバ手賀自然公園は、インバ沼、手賀沼を中心とした千葉県北部に位置する都道府県立自然公園。インバ沼、手賀沼、千葉県北部の柏市、安彦市、印西市、桜市、成田市、インバ郡栄町、四水町に位置し、インバ沼、手賀沼を中心とした自然公園である。手賀川、 利根川、昌源川、長戸川、インバ中央排水路を区域に含む。インバ都市水路は区域に含まれていない。面積は66.06平方キロメートル。手賀沼及びインバ沼の広々とした水面とそれに連なる、田園風景や下宇佐大地の斜面林が特色であり、淡水魚が多く、沼地は野鳥にとって重要な湿地生息地となっている。そのため、 ハイキングやバードウォッチングに適しており、豊かな水資源を活用した浸水公園、体験、市民農園、釣り堀などが集約する。手が沼総合浄化計画の一環として、水生植物を利用し水をきれいにするために、手が沼ビオトープが設置されている。インバ沼手が沼以下、区域図を参照。手が沼にかかる、手が大橋北千葉同水ビジターセンター。 手賀沼自然触れあい緑道手賀沼周辺には、ネドニッタ触れあい体験農園、ヒグネ触れあい体験農園、アビコニッタ触れあい体験農園、タカノさ触れあい市民農園などの体験農園や、市民農園、小川釣り堀園、釣り堀、鈴木園などの釣り堀、休憩所、公衆トイレ、あずまあやが点在する。手賀川、下手賀沼周辺は、田が密集する。桜。 ふるさと広場手賀沼から手賀川を通じて利根川に繋がり、利根川の手賀川から正源川の間が区域に含まれている。手賀川周辺には区域隣接の千葉県立阿びこ東高等学校があり、利根川周辺には利根水橋ラインが通る。長戸川周辺には長戸川公園が整備されており、長戸川を通じて北インバ沼につながる。北インバ沼から 中央排水路を通じて西インバルバに繋がり、中央排水路周辺には区域隣接の順天堂大学がある。手が沼花火大会周辺は成田国際空港に近く国際観光モデル地区に指定されている基礎自治体があり、観光資源としての史跡、名所が集約している。花火大会などのイベントも多く実施している。代表的なアクセス方法一覧。 ありがとうございます。